よいしょ、よいしょ、よいしょ。撮影スタート。すげえ一気に冷えた。多分5分くらいで。今日は SC プロジェクト入った CBR リッター SS と核炎注意の RZ と走っとります。ずっと気になってたんですよ。俺も気になってた。風が今日は冷たいな。グリップヒーター入れちゃう。右かな。みんな右行くんだ。右左かな。もうちょっと行ったら右かな。右ですか。うん、ナビがそうなってますよ。あーでもなんかこの辺まで来たらコンテナハウス見に行きたいですね。うん、なんか橋本って言ったのかな、相模原って言ったのかな、会社があるらしいんですけど、コンテナハウス専門店。コンテナハウスって夏暑くないですかね。はい、あ、多分そういう対策も取ってあります。あの一回あれどこだったっけな。その会社の知り合いらしいんですよ、社長さんが。で、あれどこだったっけな。長野かなんかに一回見に行ったことあるんですよ。建てたっていう人の。すげえ良かったっす。コンテナ何個ぐらい使うんですか。土地が安かったんで、はい、あのコンテナにお金かけられたんですよ。あコンテナなんか5、6あれば、うん、まあこの辺のなんかこの辺の一般住宅に負けないぐらいの、うん、部屋数は作れるらしいんですけど、うん、その人8個ぐらい使ってたんですよ。それでいくらぐらいするんですか。それで5000万いかないぐらいってた。まあそれだったらね、こっちで普通に家買うのと一緒だもんね。はい、土地が多分安いし。はい、ガレージもあっていいな。でもあの基礎がいらないんで。まあ、ちょっとした基礎はいるんですけど、うん、そこまで大掛かりの基礎がいらないっていうので、コストダウンで上にお金をかけられるさ。2人のマフラー音がすごい。到着まであと6分。オリジンって調布ですよね。そうなんですか。え、調布なんですか。はい、本社調布にあるっすよ。へえ、知らなかった。調布が出したっていうか、あれ、この前これ寄ったバイク屋じゃないですか。あ、そうですよ、この間寄ったバイク屋。そうっすよね。うん、あ、エンジン切った。止めた。親父本店そっちっすよね。うん、あの今前マルエッツの横に変な会社あったんですけど、はい、あのシェルの、はい、シェル入ってた、あのシェル入ってたところにマルエツあるじゃないですか。はいはい、あの隣に今本社あるんですよ。へえ、あそこを買ったみたい。腹減ってきたぞ。救急車来たよ。そこを左、これ左ですか。うん、親父ラーメンの方じゃないですか。親父行こうとしたやつかね。ここをぶち付けて親父はちょっと勘弁ですね。ガラス越しについつい姿を映してしまう。お、もうすぐ着くんだ。
マジですか。はい、ラーメン食うぞ。なんかだんだん RZ の乗り方が分かってきたような。ラーメン、ラーメン。これ橋本駅ですか、相模原駅ですか。何駅だろう。駅ですかこれ。この辺全然分かんない。もう分かんないです。なんかラーメン屋いっぱいありそうですね。うん、あそこにもあし、小浜家系濃厚煮干しラーメン。うん、なんかいろいろ店ありますね。おまわりさん、あれおまわりさんですか。おまわりさんです。へえ、そこだ。どこですか。ピンピン亭。ピンピン亭ではないですね。めっちゃ混んでるじゃないですか。ここめっちゃ混んでる。歩道に止めちゃおう。到着。いいじゃん。ラーメン村田屋。どっち？こっち？ラーメンうまかった。豚骨ラーメン細麺。今日は替え玉は我慢したよ。今から CBR と RZ とナップスへ向かいます。ただいまの気温16度。気持ちがいいね。16度、いいな。 CBR SC のサイレンサーの音がめっちゃいいね。混んでるね今日は。いやー、ラーメン食べたらちょっとお腹が痛くなってきたな。いい音。ブランブラン。白煙注意。忘れてました、スライダー。お、曲がるの。あ、ここだ、うどん屋。あ、ほんとだ。はい、なんすかここ。ここめっちゃ良さそうじゃないですか。はい、うまいっすよ、肉汁うどん。今度ここですね。はい、ちょっと先にね、ワークマンがあります。もうなんかタガシと一緒にワークマン行ってからワークマンばっかし目につくんですよね。そうっすね。本当だ。はい、このワークマン駐車場意外とでかいんですよ。でかいですね。うん、これ曲がるみたいです。えい、民家やね。民家ですね。はい、あ、ここに出るんだ。はい、ブルバドローレル。懐かしい。懐かしいですね。はい、すげえ音。いい音だな。あ、本当だ、とんかつしゃぶしゃぶったんですよ。うん、あ、このハワイアン行ってみたいな。うん、行ってみたいですよね。なんかちょっとスカイラークにしてはおしゃれにしてんだよな。ロコフード、ハワイアンロコフード、うん、パンケーキとかあるんじゃないですか。 ありそうですね。はい、絶対パンケーキですよ。はい、マッサン好きそう。パンケーキ大好きです。ナップス着いたよ。ナップス250RR か。うん、あれ、これって2発かな。到着。出発。何
ナットです、さよなら。繋がった。こっちは素直に繋がるんですよね。行ったね。いやトンネル涼しくて気持ちいいわ。始まった。始まった。ああ、止まっちゃう。いや止まりはしないですけど、多分かぶってますね。あら、今肩ハイです。肩ハイ。ああ、あら、南大沢。ああ、止まる。あら、ああ止まる。止まっちゃった。止まった、止まったよ。かぶったね。いやー、また始まったよ。CBR。 武蔵。早そうだな。すげえ音。RZ 復活。今度1本450円のプランがあって。やっぱまだ遠いのかな。おお、やべ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 。また肩ハイになった。これ来い。急に治った。あら、よかった。あれ、また肩ハイになった。あら、治った。なんだ？治ったり治んなかったり。燃料ないのかな？そんなバナナ。ニンニクラーメン。ニンニクラーメン。あそこのニンニクラーメン好きなんですよ。すげえ音。魂に入ります。大丈夫そうですか。何だったんですかね。やっぱタブなんですかね。うーん、こっちやばいですね。切れそうですね、こっちは。あ、本当に。あ、10センチ短いんですよ、強い。あ、なんかこっちのプラグの方がなんかすんなり回るっすね。うーん、いいやつなんですか。あの抵抗がついてるやつです。あ、あの、なんですか、ただノイズ出さないようにしてるだけっていうか、だからあの CDI の負担をなくするみたいな。うーん、右は要注意だな。左はいいけど右すげえ引っ張られるっす。おお、切れる。緊急用が売ってましたね。緊急用クラッチワイヤー。あ、中身だけ取っかえる。あれいいっすね、あれ買っとこう。もしものために。もしものために。すげえ回るな。なんだプラグでこんな変わるんすかね。いつも5000、5000、6000、7000ぐらいまでもたつくんすけど、はい、もたつかないっす。ガソリン大丈夫っすか。ガソリン大丈夫っす、はい、この前満タンにしてからそんな走ってないんで。すげえすんなり回る、怖っ。すげえ調子いいんですけど、めっちゃ怖いんですけど。急に止まっちゃったりして。本当っす。めっちゃ綺麗に回るっすもん。怖いっす。白バイがめっちゃ見てましたよ。やっぱりですか。あの RD125 の方が気になっちゃったっす。高橋って今日休みじゃないんですか。今日休みっすよ。ですよね。ああ、どうしたんですか今日は。寝てんのかな。寝てんすかね。
岡本精肉店。あ、出た。ペンジ。ペンジ来月来ないですかね。ねえ。ゾウさん。ゾウさん処分。なんだろうこれ。かわいいっすね。うん。ゾウさん食堂。キッチンカーかな。多分キッチンカーっすね。うん。いやー混んでる。混んでんな。混んでますね。帰宅ラッシュっすかも。うん。でもまだ早いっすよね。こんなに混んでることあんまりないんだけどな。混んでますね今日。レッドバローも今日やってない。やってないですね。うん。もうちょっと奥だったなこれ。交換したんですか。はい。交換したんですか。あのここ前のだから奥多摩でここかなと思った入っ、あー、なるほど。はい。そこ入って、うん、こグッズだ。クニャッツ。イエローハットもやってないですね。うん。鈴木。あれやってないっす。マジで。はい。今日休み。休みっすね。あら。休みでした。休みなんてあんだ。16日定休日。ダメじゃないですか。この人も間違えた。はい、あ。あ、じゃあもうこのまま帰ります。はい。帰りましょうか。はい。定休日なんてあるんですね。ねえ。本当になんかあの。異例的な定休日ですかね。何なんですかね。マップスは明日やってないですよ。うん。だからたかしの休みの日は二輪館やってないんだ。着いた。なんだこれ着くんだ。初めて知った。大丈夫そうですか。なんか大丈夫そうですね。うん。やっぱプラグですね。うん。だんま調子こいてってまた止まっちゃうんですよね。自分のマフラー音がこれに入ってくるんで何が何だか全然わかんない。いい音。ありがとうございます。やべ。止まっちゃう？復活です。怖っ。やっぱ飛ばした後になるっすね。うん。でもこのプラグが強いのか、すげえ拾ってますね音。うん。じゃあ俺曲がります。はい、ありがとうございます。はい、また。あ、バイクスタート開けますよ。そこバイク倉庫っす。バイク倉庫右側っす。え、こっち右側の後ろ、右側の後ろっす。ありがとうございます。あー、気をつけて。というわけで今日は相模原の方に行っておりました。相模原方面ラーメンを食って多摩境ナップスに行き、三鷹のナップスに行き、府中の二輪館に行ったがお休みで、そんな感じで今日は帰ります。ご視聴いただき誠にありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。じゃあねー。